本動画で紹介するのは長澤まさみさん。1987年6月3日生まれ、A 型、静岡県磐田市出身。新仮面ライダーのサソリオーグ役が話題になっていましたね。1999年第5回東方シンデレラオーディションに応募し、史上最年少でグランプリを獲得。同年公開のクロスファイアで映画デビューし、ティーン雑誌ピチレモンの専属モデルに。2001年連続ドラマピュアソウル君が僕を忘れても、で初レギュラー出演。2004年に放映された映画世界の中心で愛を叫ぶではヒロインとして出演。白血病治療の副作用による脱毛症を抱えた秋の役を演じ、スキンヘッド姿での演技で役者としてプロ根性を見せ、今なお語り継がれる代表作となりました。作品は興行収入85億円の大ヒット作となり、第28回日本アカデミー賞最優秀助演女優賞を史上最年少で受賞するなど、映画とともに様々な記録を打ち立てます。またドラマ版でヒロインを演じた綾瀬はるかさんとは何かとライバルとして比較されていましたね。その後もタッチ、ラフといった映画や光明月次での大河ドラマ初出演など着実に経験を積み、2007年には大ヒットドラマプロポーズ大作戦に山下智久さんと共に主演、最高視聴率 20% 超えを獲得。転機となったのは2011年公開の映画モテキ、胸だけが映るシーンをはじめ、サービスショット満載の意欲作、要チェック作品です。2015年の海町ダイアリーや2018年から始まったコンフィデンスマン JP シリーズなど代表作は数知れず、日本を代表する女優さんとして活躍しています。実はセクシーな演技もできてしまう長澤まさみさん、これからも日本を代表する女優として幅広い作品にチャレンジされる姿が楽しみですね。本チャンネルでは女優、タレント、モデルさんなどを紹介しています。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。